世界のジャパンチャンネルへようこそ。2017年3月にサウジアラビアのサルマン国王が46年ぶりに来日しました。この話題について中東だけでなく欧米を中心とした世界中から様々な反応が寄せられていましたので、今日は学生のひろし君とこの話をしていきたいと思います。ひろし君はこのニュースを聞いたことある？うん、当時はテレビでもよく報道されていたからなんとなくは知っていたけど、46年ぶりに来るってよほどの緊急事態か何かだったのかな。そうなの。今サウジアラビアは石油価格の低迷で財政赤字を抱えているのよ。それに頼みの石油もあと20から30年で底を尽きるとも言われているの。今まで石油に頼っていた国からしたらまさに死活問題なのよ。それは緊急事態だね。サウジアラビアって国はそんなに石油に依存しているのか。ひろし君はガソリン代っていくらぐらいのイメージがある？最近は150円前後のイメージがあるかな。サウジアラビアでは1リットルあたり30円未満なのよ。安っ。なんでそんなに違うの？これが原産国の特権というやつで、2015年から王位にいるサルマン国王はオイルマネーを国民に分配する形で一握りの王族が権力を独占する支配体制を築いてきたの。だからサウジアラビアでは労働人口の3分の2は公務員で税金はなし、医療や教育も無料で提供しているのよ。僕もそんな国に住んでみたいな。でもそれらはすべて石油の恩恵だからね。石油価格の低迷と埋蔵量に不安を抱えているサウジアラビアは今脱石油政策を行っていて、日本を最も重要な技術協力先と考えているらしいの。重要と言われて悪い気はしないけど、なんでわざわざ遠く離れた日本に来たの？46年も会ってなかったんでしょ？もっと近い国で頼れる国はなかったの？日本はここ数年の間に製造業などが中東進出しているし、自動車や電機メーカーが現地の職業訓練校に協力して若者に技術を教えたりしているのよ。へえ、いつの間にかそんな動きが出ていたんだな。サウジアラビアにとっては前向きな動きだし、日本としても国交が増えるのはありがたいことなんだけど、それをよく思ってない国もあるみたいね。なんでだろう。海外から様々な反応が寄せられているわ。ここでちょっと見てみましょうか。うん。海外の反応。そりゃあんな使い方をしていたら財政赤字にもなるわ。投資とか言いつつ何も成果が出ていないしね。なんで日本に行くのに飛行機10機もいるのかわからないよ。1機は自分たちが乗るためで、残り9機は漫画、キットカット、リラックマを持ち帰るためだろうね。そんな遠い国に行く前にサウジ近隣国への人道支援も協議してくれるといいな。石油が底をついて2000年前のサウジに逆戻りすることに危機感を覚えたんだな。文化、歴史、宗教において日本とのつながりはないけど、経済や文化で協力する戦略パートナーになれるね。王よ、ようやく仕事をする気になったか。国王が日本を訪問したことで絆はさらに深まった。受け身だった日本がこれで積極的になってくれる。日本は湾岸協力会議でサウジが持つ石油の 80% を輸入してるから、中東の安定は日本にとっても最大の関心事なんだろうね。国王は日本に行く数週間前にマレーシアにも来たよ。初日に510兆ドルの取引に合意して、翌日には810兆ドルに跳ね上がっていたね。中国やアメリカに対抗するなら日本は彼の石油マネーを活用すべきだよ。そんなこと言うとまた中国人が嫉妬するぞ。以上が海外の反応です。
日本と国交を持つことを称賛する声とともに、現王族の無駄遣いを非難する声が目立ちましたね。冒頭でもお話しした通り、訪問の目的は日本との経済協力関係をより一層深いものにするためだと言われています。しかし、実際のサウジアラビアと中東情勢を観察してみると、日本との経済関係の強化が目的だけではないとも言われているそう。そこでここからは、サウジアラビアが置かれている状況と国王自らが訪問するに至った別の理由を見ていきましょう。その理由には、権力闘争とイスラム国が大きく関係していると言われています。まずは1つ目、権力闘争に関して見てみましょう。サウジアラビアには皇太子と副皇太子がおり、慣例では皇太子や副皇太子は現国王の兄弟が選ばれてきました。しかし、サルマン国王は副皇太子に自分の息子を指名。これに対して王族の長老閣は反発をします。サルマン国王とその息子の副皇太子は、自分たちの権力基盤を盤石なものにしようと考えているのが見えてきますね。このことがサルマン国王の来日、ひいてはアジア歴訪につながるのです。サウジアラビアは石油によって強力な王権、さらには国そのものを成立させてきました。ですが、石油価格の崩壊によって、現在はそれまでの貯蓄をいじりながら王国の運営を行っています。そこで、サルマン国王と息子の副皇太子はこの危機的状況を利用して権力の確保に乗り出し、ビジョン2030と題された石油依存から脱却するための経済政策を打ち立てます。この計画の内容を簡潔に言うと、今までの石油に依存した経済体制から金融立国へ転換することを意味しています。ビジョン2030がうまくいくと、サウジアラビアの経済は立て直されますし、王国の経済体制は石油価格が崩壊しても被害は少ないものに変質します。そして、この計画を先導するのが現国王の息子である副皇太子なのです。つまり、ビジョン2030の成功は経済体制の変革だけでなく、この功をもって国王は最大の目的である息子への王位継承を確かなものにしようと考えていると言われているそう。2つ目はイスラム国に関してです。国王来日の隠れた第2の理由は安全保障だと言われています。サウジアラビアは日本と同じくアメリカと同盟を結んでいます。この同盟に基づいて、アメリカはサウジアラビア王国を防衛してきましたが、この同盟を揺るがす事実が発生します。それがイスラム国に関してです。2014年に建国を宣言したイスラム国ですが、アメリカはサウジアラビアのために打倒だと奮起し、前のめりに頑張ってきました。しかし、アメリカの努力にかかわらず、イスラム国はそれなりの規模を維持してきました。そこで、アメリカはなぜイスラム国は潰れないのかと疑問に思い、ある結論にたどり着きます。誰かが協力しているに違いない。その容疑者と陰で言われていたのがサウジアラビアです。では、なぜアメリカは同盟国を疑ったのでしょうか。その理由は、サウジアラビアの国是が挙げられます。サウジアラビアはワッハーブ派を国教と定めていて、この派は最も原理主義的な学派として知られており、これはイスラム教の根本的なものの考え方と非常に近いものになっています。それゆえ、アメリカはサウジアラビアが陰でイスラム国を支えているのではと疑っているそう。また過去には、オサマ・ビン・ラディンの存在が同盟に暗い関係を落としているとの見方もあります。なぜなら、大規模テロ911の首謀者ビン・ラディンはサウジアラビア出身なのです。同盟国の国民にあれだけ大規模なテロを起こされたら、同盟の意義を疑いたくなりますよね。しかも、911の容疑者の大部分は
サウジアラビアの出身だったこともあり、アメリカは一層同盟の意義を疑っていたでしょう。このように相互に不信感を持っている同盟なので、サウジアラビアは保険をかける意味でも今回大々的な外交を行ったのではと言われているのですね。いかがでしたでしょうか。国同士の関わりなので、さまざまな思惑が交差していそうですが、今後日本がサウジアラビアと付き合っていくのであれば、しっかりとした条約などを結ぶ必要がありそうですね。最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。